スな奴なんだ。俺は最強の戦士ゴッドフリード、貴様などに負けるはずがない。ギャッハ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 ッ。不死身か。クソガルス、どうしたガルス、もうバレたのか。それでも戦士か。もはや口を開くこともできんのか。うわっ、ガルス、負けられんだ。わしは仲間たちのおかげでこの伝説の武器と力を手に入れることができた。だからわしはお前のようなたくさんの仲間を踏みにじってきた奴に負けるわけにはいかん。まだそんな減らず口を叩く元気が残っていたか。それでこそ倒しがいがあるというもの。だがもうこれで終わりだ。くらえ、でかい。うわ、私に力を貸してくれ、大戦士ギガールよ。大丈夫か？ガルス！旦那！ガルス！愚かな。ガルスよ、お主を長に選んだことをわしは誇りに思う。お主こそ最強の戦士。ガルスは伝説の武器を捨ててまで俺たちをかばってくれた。ぬるいんだよ、ブヒ。バカ者。まだだ。まだ勝負はついちゃいない。自分のためじゃなく、身を張って俺たちを助けてくれたガルスを、あの伝説の武器が見捨てるわけがないじゃないか。ある。そうだっぷ。己の戦いに勝つ。私は仲間たちを守りたい。ガルス、ありがとう。守ってくれてありがとう。ガルス、ありがとう。ガルス、ありがとうプー。旦那にはまた助けられちまったな。ありがとうよ。おお、ゴッドフリード。見苦しいぞガルス。伝説の武器を失い、満身創痍のその体でこれ以上何をしようというのだ。戦士としての闘争本能がお前を動かすのか。よかろう、戦士族最強の奥義でとどめを刺してやる。最大スキル、ラーシ。あの光は、ガルス！おお、あれこそは一撃目で動きを止め、追撃の一手で相手を粉砕する戦士族究極の奥義、ブランティッシュ！ガルスの旦那も大したもんだ。イワン、アンジ、オス、人質などという戦法は力なき者がすることだとゴッドフリードが。
それでイワンを盾にはしなかったってわけか。あいつもまた本物の戦士だったってわけか。それに引き換え俺様は、俺様も修行し直さなきゃいかんな。みんなによろしく言っておいてくれや。アンジ！え？アンジが？ああ、彼もまた何かに気づき自分の道を歩み始めたということだな。イワン、これからはこの伝説の武器がお前たちを守ってくれるはずだ。ガルス、みんなを頼んだぞ。オス、ガルスよ。カーン師匠、世界樹の種を探しておるのならこの方角に進むがよい。世界樹の種が弾けたあの日、無数に飛び散った光の中に一つ強い生命力を宿した種があった。この先には確か盗賊の町カニングがある。カニング？アンジの町よ。アンジは先に向かったのかもしれんな。若者たちよ、この世界の未来を託したぞ。はい、よし、次はカニングだ。誇り高き盗賊アンジ、俺は最後まで信じるぜ。